皆さんこんばんこばは、です、えー、と今日はちょっと普段と方向を少し変えて、えー、変えた一日だったということでまあ僕ですけどもハロプロの曲ももちろん大好きなんですが、えー、歌謡曲何て言うんですかっと子供の頃やっぱり1980年代、えー、と昭和後,後半ですか から平成最初の1桁ぐらいにの時のヒット曲ですよね、えー、テレビに力があった時代ラジオも力があった時代ですね、えー、とその頃の曲なんかを聴いて育ったあ年代ですかね、えー、そういうふうなものもありまして、えー、と大スターだったあ子供の頃の大スターだったチェッカーズのねボーカリスト藤井フミヤさんなんてのも、うん、えっと とても好きで、今もずっと聴いておりまして、えっ、ー、と今日はえっ、ー、と藤井ふみやさんとこの西本智美さんというクラシックのマエストロですねのジョイントコンサートのようなものを楽しんでまいりました、えー。文化村オーチャードホールでしたね。えー、藤井ふみやさん,うん、今も現役で当然ながらえっ、ー、とコンサート活動を続けていらっしゃるんですけれども。 やっぱりまあ僕みんなも歌聴く人そうだと思うけど藤井フミヤさんも声がいいんですよね。で声がいいそして、えー、年齢を重ねれば重ねるほどですか、えー、とその深みを増していく部分もありあとなんていうか可愛さみたいなもの。 えとアイドル的にもてはやされてしまう若い時そして、えー、とそれにおごり高ぶらず重ねていく音楽歌手としてのキャリアそういったものがコンサートにはやはりにじみ出ていてやっぱりどこかあとまあ年齢的にもだいぶ先輩なんですが可愛らしいところなんかもあって、うん、女性客非常にあのエルダーな。 女性客中心のコンサートなんですけどもうー、僕は結構楽しめてしまう、まあそんな時間でしたね。まあじゃあコンサート、せっかくですから今日の内容3つぐらいまとめてお届けしましょう。分かりやすい感じでお届けしましょう。えっ、ー、と僕もクラシックというのはそれほど詳しくそしてえと関心を持って聴き続けているジャンルではないのですけれども、もう,も,うもちろん興味はあって。 えーと聞くたびにあこれたっぷり時間使えたらすごく浸るのにいいなとかなんか新たなインスピレーション生まれる時間になるなって思ってはいるのでそんなに遠くないうんなんていうの遠くない時期に扉開けちゃいそうなんだけどでまあまあまあそのクラシックというところこれねインストだけでずっとインストメンタルだけでずっと続いていると。 まあともすれば眠くなるなんていうね方もいらっしゃると思いますしまあそれならそれでリラックスしてるんだからいいような気がするけどねまあ音楽聴くとしてはねえっ、ー、とまあそんなのスタイルあるかもしれないけどもより歌歌謡曲歌唱特にフミヤさんみたいな歌手の声が入ることによってすごく何て言うか親しみやすいものに聞こえるんですねどどんんなな音もそうですけどなんか うん、その人のキャラクターかな,なんか強いキャラクター声特にだと思いますけどもとこの共鳴することによってやっぱりコラボレーションの醍醐味ですよね、えー、新たな魅力新たなジャンルの気づきなんていうのが、えー、と心に入ってきやすくなるような、まあ、そんな長所が一つあったと思います。えー、そして2つ目えー、と、ね 藤井文也さんの声を楽器に例えたときということになるんですけど、弦楽器、特にこのバイオリンとかチェロとかそういう,う弦をジャーンとやらずにこの引っかき回,す回さねえか、引っかき響かせる感じのね、なんて言っていいかわかんない、もうちょっとこの辺は知識が必要。で <laughs> えとその共鳴ですよねだから。ビブラートボーンみたいにやったり、パワードーンだけじゃなくて、この滑らかな曲線に向かうための伸ばしみたいなね。こういうのがね、あと強弱も含めてですけどね。ちょっとやっぱり、フミヤさん、努力も当然されてるんでしょう、でしょうけど、やっぱり、うん、一超一流、なんか、うん、いいのを聞いちゃったなって思わせてくれます。まあこれ えーっと楽器としての声というところに気づいて、えー、努力をしてかつその自分のパートパーツとしての使い方使われ方というのが、まあ、できないとできないんですけどそれできちゃうのすげえーなーみたいなねうん軽く言ってるけどすげえうーんすげえって感じうんちょっとこれも言葉数が 言葉数がが語彙が足りなない感じなんで、まあ、この辺にししきましょう <laughs> それで3つ目、えー、3つ目はもう何よりですよえー、とコンサート会場というところが、まあ、クラシックの佇まいの中で、えー、と鳴らしてくれるんだけれどもえー、とまあまあライブバンドとかで言うとかなりカジュアルにそしてスタンディングであったりとかっていうまあまあなんていうのかなまあまあカジュアルでいいか。 うん、気楽なんですよでもちゃんと重厚なクラシックの佇まいがあってあと一人ずつちょっと注意してやっぱ楽器なんか聴いてみたい衣装とかもね、えっと、気にして見てみてたんですけどなんか、うん、ちゃんとレンタンの歴史に残って継承されているような正装、えー、と,清掃とあとあれやっぱ面白いですね。楽器ってこのオーケストラとかって 全メンバーがよく見てたら本当に同じ動き同じ角度同じポジションでやってて綺麗なんですよね弓さばきが。でこういう何というか、あのー、ショーアップ変に木をてらったショーアップではなくてそのフォームとこのコスチュームがすごくなんか、あのー、自分たちの気持ちを優雅にさせて。 優雅になんといいうかもてなしてしただけてるような気持ちにさせられる、まあ、こんな時間でしたねこの3つ叶えられるっていうのがなんとなくコンサートとして僕は少し、えー、普段体感しているものとは違うんですけれどもなんか子どもの頃音楽というのはどんなものだっただろうなんて考えたらあどんな風なイメージあっただろうなんてことを振り返ってみたらなんかそういうちょっと敷居高めみたいな。 あった気がするん,でなんかそこを思い出させてくれながらもまあフミヤさんのヒット曲聴けるでフミヤさんがもう何せ若々しくて年齢とは全くもう実年齢とは全く距離があってしかもちょっと可愛らしいやんちゃな感じも残しみたいなねうん魅力のある音楽界の先輩ということになりますよね。 ね、音楽界にお前も入ってんのかっていう話だけどまあじゃあちょっとここで補足しましょうまあチェッカーズというグループありましたよね僕はなんか新宿ロフトで、まあ、友達のイベントだったと思うんですけど結構若い時に自分が組んでいた「魅惑のプライベート」というバンド、まあ、これで CD を作ったりもしてたんですけど、えー、その CD を当時ね竹内徹さんがなんかネットラジオかなんかやってたのかな 知人の仲介があったか、まあ酒飲んだんでちょっと微妙だったんですけどたまたま本当に隣の隣とか隣だったのかががんか最初のきっかけだった気がしますけどそれでまあその CD 渡してちょっとお酒飲みながらお話ししてみたいなことをまあしてえっ、ー、と僕当時ネットラジオというのを詳しくチェックしてなかったんでぬるいやつなんですけどまあ、あ「かけるかける」なんて言って「かけてくれるよ」なんて言ってくれてえっ、ー、と。 当時僕のバンドの CD なんていうのをお渡ししたなんていうところ思い出しますよねチェッカーズなんていうとでふみやさんはまあまあ多分僕はお会いしてないと思いますので、えー、ともし何かあ今後ですよねふみやさんユーチューバーやんないかなねやんないや,やんない方がなんかいい気もするしやったらとっても面白そうだけどふみやさんの音楽観なんてね聞いてみて であと普段どうやって音聞いてインスパイア受けてトレーニングして、えー、なんかどういう風に友達周り、えー、と遊んでるのかななんてのも気になりますよ昔は裏腹なんてあってね藤原宏さん二号さんとかねなんかそういうところの匂い話たくさんねあの聞いてたんですけどねあのお会いするってことは結果的になかったもんですから。 なんかそんなことができたらいいなあなんて思うそんなちょっとね自分マイインンンドな、うん、なんかインスピレーションも湧け湧いたりしました、まあこういう時代ですからえっ、ー、と距離は縮まってちょっとね、あのー、どっかでつながってこっちから向かえばなんかお会いできちゃいそうな気もしないでもないけど。 なんか僕らの時代っていうのは1980年代とか昭和の時代にデビューしたミュージシャンとかっていうのはどっかスター前として届かぬ距離にいてほしいみたいなところもあったりする不思議なね、えー、と感覚持ってるんですよ。今の若い人そうでもないんじゃないかな。うん、会,え会えちゃうじゃない。繋がれちゃうじゃない。でも僕らの時代はそこがすごく距離があった気がして。まあ、とかかねあの辺の辺時代から 実際にはだいぶ変わってきてたんだけどもおそらく最後にテレビで「えー、ベストテン」とかですよねテレビ番組歌番組が全盛で、えー、とその時に、まあ、福岡から来たバンドマンみたいな雰囲気でやっていただいてでマッチとか当時のトシちゃん少年隊とかいろいろ出てきてもキッカーコーチとかね出てきてもなんかフミや今でもジャニーズに続くような。 なんか言葉選ばず言うとちょっとちっちゃいんだけど突っ張ってて可愛い,いんだけどやってることかっこいいみたいなねこういう <laughs> こういうね僕ね男性のアイドルがねアイドルじゃないんだけど <laughs> 文也さんはねだけどなんか好きなんですよね不思議ですねなんかうんなんでかはまた考えてみましょうまあハロプロにもつながることかもしれませんし声が良くて可愛らしくて。 そして何か芯がある、うん、こういうミュージシャンいいですね。まあ今日はじゃあそんな感じで藤井フミヤさんのオーチャードホールのステージを見てきて取っ手出しで行きました。明日ちょっとまたバレンタインということで、まあ、僕はあんまバレンタイン関係ない人間だけど少し特集を考えているんでそっちも楽しみにしてください。じゃあ今日はそれぐらいでまたね。